はい、こんにちは。水中家庭教師です。本日は平泳ぎのキックの方向についての動画です。いろんな方向に蹴るのを試してみたんですけど、やっぱりこの方向に蹴るのが一番いいんじゃないかなというふうに僕は思ってます。個人差あると思いますけど、よかったら参考にしてみてください。それではどうぞ。キックの方向、斜め下に蹴るのが好きです。こんな感じ。股関節を内股にしたり、足が広がりすぎないように蹴るのは一緒で、ただ蹴る方向を斜め下にするだけです。この向きに蹴るメリット、足の裏を使って水を押せます。水を押せる面積が広いので、より大きな推進力を生み出せます。足の裏に水圧がかかっているかどうかを意識しながら蹴ってください。最初は強く蹴らず、ゆっくりと練習し、慣れてきたらスピードをつけてキックをしましょう。もう一つのメリット、体が浮きやすくなります。斜め下に蹴っているので体が浮いてきます。気づいたら下半身が沈んでいるという方に特におすすめです。ですが、極端に真下に蹴ろうとはしないでください。あくまで斜め下です。片方は真後ろに蹴っているつもりなんですけど、違いわかりますか？あんまり違わない気がするな。足の裏で水を押せると本当に進みます。感覚も全然違うので、ぜひ試してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。ですね、高評価とチャンネル登録をいただけると今後の動画制作の励みになりますので、ぜひお願いいたします。あと、個人レッスンをやってます。この動画の概要欄の方にリンク貼っ付けておきますので、ご興味のある方はぜひそちらから、いつでも暇してますのでお待ちしてます。よろしくお願いします。はい。